茨城県道23号筑生三和線は、茨城県筑生市から小賀市までを結ぶ県道である。筑生市内の国道294号、一本松交差点から同市赤城地区を経由して、絹川を絹川大橋にて渡り、小賀市三和地区の国道125号尾崎十字路まで結ぶ、延長約2 0トルの主要地方道である。 沿線に、つくば上工業団地がある。1972年3月1日、前進にあたる県道、小包下立線の一部、県道新宿新電社線の一部を廃止、統合して、下立市を、起点、佐島郡三和町の終点に至る区間を新たな、主要地方道とする県道下立三和線として、茨城県が路線認定した県道である。 1995年に、茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号40から、現在の整理番号23となり、さらに平成時代の市町村統合が行われたことにより、2006年には、自治体名称の変更に合わせて、現在の路線名称である、畜生三和線に変更されて、現在に至る。県西地域の広域幹線道路として整備が進められている。 畜生幹線道路の一部として、2005年開通の赤城バイパス、2011年の絹川大橋の共用済み区間のほか、有機市八千代町間のバイパス事業が行われている。全線対抗日車線で、見通し良好で交通の流れは良い。小賀潮崎市内と有機郡八千代町、塩本の一部で、それぞれ道路未改良の共愛区間が残る。有機市、 今宿地内で主要地方道有機坂道線と一部、重複し、この区間のみ本路線の線形が、クランク状となる。茨城県では、畜生幹線道路整備の一環として、絹川大橋から国道125号を結ぶ、有機、八千代バイパスが、平成25年より整備事業中である。道路法の規定に基づき、畜生市政法有機市古畜新殿管及び、 ゆう市今宿小菓子小崎間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。茨城県道二十三号畜生山和線ゆう市、山王絹川大橋付近から筑波山を望むゆう市、山川新宿付近福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載四トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。小包下立線の総和町小包行き市、新宿新殿間は、現在の茨城県道124号新宿新殿、総和線の道筋。新宿新殿境線の三和町、小崎堺町間は、現在の茨城県道126号小崎、堺線の道筋。ありがとうございます。